本日は北斗の拳レジェンズリバイブをやっていきたいと思います。奥義書の箱をちょっと開けていきたいんですけど、ルイ・リンちゃんの奥義書狙いで開けていきたいですね。で、提供割合の方がメダルが100枚が 0.3% で、メダル200枚が 0.7%、まあ、合わせて 1% ですかね。まあ、200枚狙いでちょっと開けていきたいですね。じゃあまず1個。2枚。で、6個開きましょうか。出ない。戻って。どうですかね。じゃあ2個ぐらい買って2個開けしていきましょうか。ちょっと出てほしいところなんですけど、出てくれない。ああ。4枚か。はい、4枚。厳しいですね。もう2枚。もう2枚買ったら10箱買ったことになるな。4枚。なるほど。ちょっとどんな感じかなと。あ、じゃああと4つ買いましょうか。これで、4つ開けれると。11枚出ないっすね。まあじゃあ買っていきましょうか。じゃあ5個買っていきましょうか。
あ、出ましたね。これで、りんちゃんの儀賞と。20個か。じゃあ奥義賞を交換しましょう。奥義賞は2個買います。OK ですね。じゃあ本日はこの辺で。それではまた。